今年最初の松屋。今日は噂の朝食を食べに来ました。左は現金使えます。右はキャッシュレスのみ。朝食メニューから選びます。今日は決めてきました。ライスは小盛りから特盛りまで、追加料金なし。わずか380円。今日は現金払い。まだ人が少ないので、テーブル席に座る。特朝牛皿定食大盛り。ドレッシングとソース類。セルフでお茶。コップは御礼兼用。温かいお茶にしました。146番呼ばれるのを待ちます。お待たせいたしました。ご進行は食べないので捨てるのもったいないから、この後お返ししました。実は松屋の牛皿定食初めてです。味噌汁の蓋取り忘れました。ドレッシングたくさんあります。醤油もありました。早速いただきます。ごちそうさまでした。ご飯と味噌汁はおかわりできるみたいです。食べ終わったら返却口へ。およそ30席ほどあります。ごちそうさまでした。今イチオシの牛と鶏フライ。ご視聴ありがとうございました。